来た来た。行きました？はい。はい。あ、こっちの聞き。はい。急にやった。大丈夫かな？あ、来てます？うん。大丈夫ですか？あ、来る。あ、来ました。はい。こんばんは。皆さんこんばんは。こんばんは。あ、はい。映ってます。あ、行けました。行けました、ね。すいません。行けました。皆さんこんばんは。うん、ピエロです。ピエロです。うん、続々と。どうもありがとうございます。あ、あやかさんだ。こんばんは。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。ようこさん。はい。も。お手振ってください。こんばんは。こんばんは。はい。はい、ですね、はい、本日も、はい、PR のしおりさんと、はい、私で、あ、えみですね。はい、春の新作を一つだけご紹介させていただきます。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はワンピースをご紹介します。はい、今ね着用してる、はい、このワンピースです。です、はい、はい。ですね、もう早速じゃあいきますね。はい。お願いします。あ、ピチさんだ。ピチさん、ピチさんこんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ではいきます。はい、お願いします、はい。本日ご紹介いたしますのは、はい、こちら。いたしますのは、いすのはい、はい、ですね、ここにプリーツがちょっと施されてまして、はいはい、プリーツ切り替えポンチワンピースをご紹介させていただきます。はい、はい、カラーが3色ございまして、はい、ブラックと、はい、私がブラック、ブラック、はい、と、はい、こちらのベージュと、はい、もう一つ、ライトカーキです。これです。あ、これですね。はい。の三色展開となっております。はい、すいません。サイズが M サイズのみでフリーサイズですね。ワンサイズとなっております。はい。はい、お値段は3,790円税込みとなっております。はい。はい、もうこちらは発売されてる商品なので、はい、ページで一度チェックしてみてください。はい、確認ください。はい。お素材なんですけど、はい、プリーツの部分とこの本体の部分とちょっと、はい、切り替えがあるんですが、はい、本体部分がポリエステル 65% 綿、はい、35% です。黒分かりにくい、うん、ちょっとあれですか、ちょっと暗い、はい、でプリーツの部分はポリエステル 100% と、はい、なっております。こんな感じです。はい、はい、ね、うん、もうプリーツがこの脇のちょうど下から、はい、もう一番下まで綺麗に入ってるデザインです。はい、はい、ですね。ちょっとコメント拾います。そうですね、読んでいきましょうか。かわいいですってコメントいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ワンピース気になってたやつ。あ、ピチさん、ピチさんありがとうございます。これね、はい、ワンピース、うん、私たちは見て可愛いなと思って、めっちゃ可愛いですよね。ぜひぜひ紹介したいなと思って、はい、はい、本日はご紹介します、はい、タイミング良かったですね。タイミング良かった、良かったです。はい、あ、泉さんこんにちは。いつもありがとうございます。ありがとうございます。音楽切れちゃった。あ、彩香さん最近ライブ多くて嬉しいですっておっしゃってます。おしゃってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよね、ちょっとライブをね回数を増やしていきたいなと思っていて、はい、新作商品であったりとか、うん、なんかちょっといろいろね、はい、アイテムをね、はい、アイテムご紹介したりとか、うん、ちょっとおすすめアイテムだったりとか、そういったものもどんどん配信していけたらなと思ってます。はい、はい、あ、泉さんがこんにちは、前回のライブのリネンライクのパンツ買いました。あ、コメントいただいてもですね、ありがとうございます。ありがとうございます。それほんまにいいと思います。めっちゃベイビー使いしやすいんでね、めっちゃ形綺麗ですもんね、うん、はい、いいと思います。ありがとうございます。
では引き続き、はい、お願いします。ね、はい、そう、何言ったっけ、素材、お素材もありますね、はい、はいはい、でもデザインは、はい、この先ほどもお伝えしたみたいにプリーツが施されてまして、はい、この、ベルトがちょっとついてるんですけど、はいはい、こういうデザインとなっております、うん、ちょっとね、こう緩めてもらったりとか、あ、そうですね、できるんですけど、今私たち結構絞っている状態なんですけど、はい、はい、これマックス絞ってこんな感じです。はい、はい、私今これ緩めてるんですけど、緩めたらこんな感じのシルエットになります、うん、で、はい、絞ったらこんな感じ、はい、そんなにですね、ブラックでやったら分かりやすいかな、ちょっと今緩くしてこれがマックスに締めた感じがこんな感じです。はい、ちょっと縦ラインが強調されてスタイルアップになります、うん、そうですね、はい、あ、綺麗ですね。はい、あ、今日は何点紹介ですか。今日は一つだけです、こちらのワンピースとなっております。かわいい、でようこさんですね、ありがとうございま す。このワンピースは春に着られる素材ですか、裏地はありますかというご質問をいただいてます。あ、そうですね、裏地、裏地がね、はい、ついてません、はい、はい、裏地がついてないんですよ。ないんですけど結構ぎっしりと、そう、はい、しっかりとした詰まった素材になるので、黒もありなんですけど、他の色味でも、あ、これか、わかりやすいか、はい、全然透けないです。ここはないです。ここの部分も、はい、プリーツの部分も透けないですし、はい、ここも全然透けないので、はい、それは大丈夫です。はい、あと、まとわりつくかちょっと心配だと思うんですけど、うん、ストッキングとか、もしタイツとか履いていただく場合は、うん、はい、ちょっとまとわりつくのが気になる場合は、ペチコートとか履いてもらった方がいいと思います。結構ゆったりはしてるんで、そうですよね。大丈夫かなと思うんですけど、気になるようでしたらね、そうですね、履いたらいいですね、と思います。はい、袖口がまたいい、うん。そうなんですよね、袖口ね、これね。ちょっと肩の部分もブロックショルダーになってて、こんな感じ、ね、はい、こんな感じでボワンとしてて、はい、で袖のこの部分がね、ギュッとギャザー、うん、が入っていて、はい、ちょっとポワンとした感じの、はい、女性らしいふんわりとした印象になる袖感になってます、はい、袖口も腰絞られてるけど全然きつくないですし、はい、ゆとりはあります、あ、はい、全然大丈夫です、はい、なくてもね全然窮屈だったりもないですし、なかったですね、降りても来ない、うん、確かにね、ちゃんと止まる、うん、よくっても可愛いかも、可愛いと思います。で、春先ももちろん着ていただけますよね。はい。うん、そうです。春先も。はい、素材的には結構だと思う、通気性も良くて、うんうん、で今だったらちょっとこの素材が保温性、まあ、ちょっと肌寒いなっていう時は保温性にもね、はい、優れていて、で通気性も良くて、はい、なのでちょっと今から買っていただいて、春乗るまでずっと。着用していただけると思います。はい。多分春先はちょっとまだ肌寒いので、うん、肌寒いので、この生地は全然ね、はい、はい、いいと思います。はい。はい。めっちゃ軽いんですよ。そして、うん、めっちゃ生地たっぷり使ってるんですけど、そうなんです、結構丈も長いですし、はい、でも軽くて、うんうん、めっちゃ可愛い。可愛い。はい。はい。着心地がね、すごい、うん、本当にいい肌触りが、はい、ね、昨日見れなかった座談会をちょうどキッチンに立ちながら流してたら今日もライブ配信始まった。エミさんのおでこ出し可愛いです。そう、めっちゃ可愛い。おでこ可愛いです。前髪がね、伸びかけで鬱陶しいので止めてみました。最近ちょっとこうピン止めながら仕事してるんですけど、ね、そう、セーブチームちょっとピン止めちゃって、可愛い。なんか面白かったですね。はい、面白かったですね。うん、聞いていただいて、ちょっと合間に多分入っちゃった感じですよね。タイミングが。すいません。また続きまた、はい、はい、IGTV で見てみてください。はい、お願いします。何色がおすすめですか？うんうん、はい、黒。さっき何色がおすすめかなって話をしてたら、はい、エミさんも黒。黒、私はちょっとね、今コメントでもいただいてて、春っぽいグリーンが気になりますってコメントいただいてるんですけど、そうですね、こうかな、私はこの
カーキ、ライトカーキ、はい、ちょっと春っぽい淡いグリーンが可愛いなと思います。ライトグリーン、ライトカーキだ、はい、カーキ、でもカーキだけどめっちゃ、うん、あの強いカーキじゃなくて、うん、ほわんとした感じなんですよ。なんかどっちかというと明るめの、うんうん、なんか パステルでもちょっとパステルっぽいかもしれない、うん、はい、なんか淡い、うん、本当に淡いグリーン、そうですみたいに見えます。はい、ライトカーキーです。春にぴったりですね、はい、これが、うんうん、私のおすすめです。可愛いと思います。可愛、はい、いですね。こんぐらいかな。後ろの春っぽいグリーンが気になりますが、そうですね、これですかね、ね、はいはい、可愛いですよね、はい、お答えいただいてありがとうございます。私が履いてるサンダルはピエロのものです、はい、ペタオコサンダル、はい、これ可愛いです、本当に、めっちゃ履きやすいんですけど、まだちょっと発売はされてないものなのです、はいはい、またね、改めて発売の際にはあのご紹介したいと思います。ありがとうございます。はい、はい、泣き笑いの僕が反応してもらって、トラブル発生、退席いたします。何かあったんですかね、大丈夫ですか、退席します、また、はい、今見てください、はい、IGTV 残します、はい横のプリーツ部分は透けますかっていうコメントいただいてるんですけど、これプリーツ部分で透け感ないです。はい、このプリーツ、あの伝わるかちょっと分かんないですけど、うん、めっちゃ立体的になってて、はい、透け感もないですよね、うん、ないです、全然透けないです、大丈夫です。これちょっとカラー違いますよね、違います、ちょっと、はい、私の着てる方がアイボリーですよね、アイボリーチック、アイボリーっぽい、あの、はい、エミさんが着てるのがこっちはベージュで、はい、こっちがちょっとプリーツ部分がアイボリーっぽい感じなんですけど、全然透け感、あー透け感ないですか、見た感じ、こう見た感じは透け感ないんですけど、うん、もし、うん、どうなんや、外とかに行った時に、はい、中のインナーがちょっと派手めのもの、うん、あの下着つけられてたら、もしかしたら太陽光では透けちゃう可能性もあるかもしれないので、はい、あのちょっと控えめな、うん、控えめ、まあ、ベージュだったり白だったり あの下着だったりを着用していただくか、ベッジコートとかで合わせてもらう方がいいかもしれない。しおりさんの方は、はい、またちょっと色が違ってて、私はブラックと、うん、でベージュ、ちょっとベージュっぽい感じですね、はい、うん、こんな感じ、ちょっと大きな感じにしましょう、はい、でカーキのライトカーキのプリーツ部分は、はい、グレーっぽいかな、アイスグレーみたいなお色です、うん、グレーっぽい色味です、はい、はい、ですね、はい、はい、よいしょ、重たそうに道に進んでおります、はい、はい、販売されるの楽しみにしますというサンダルですね、あ、はい、ありがとうございます、ま、はい、紹介しますね、はい、2人のおすすめの色は何ですか、先ほどあのね、ちょっと2人誰かなって言ってたんですけど、エミさんはブラックで、私はライトカーキーです、多分ブラック、うん、ちょっと引き締まって見えるんですよ、うん、めっちゃそうですよね、なんかね、多分ネックレスとかこの首元にパールとか持ってきたら、うん、結構あの、なんていうんですか、ちょっときれいめな感じ、な感じ、はい、でも着ていただけると思います、うん、はい、うん、なのでおすすめです、うん、カジュアルでも着れますしね、ですよね、なんか、はい、あの素材的にこっちの上の素材の部分があのどっちかというとちょっとカジュアル、うん、にも着用できるような素材感なんですけど、プリーツだったりとか形であったりとか、はい、ですごい上品にも見えます、カジュアルになりすぎず、うん、ちょっときれいめな感じにも着用、パチンと感がある感じでも着用していただけると思います、はい、普段カジュアルの格好をするタイプですか、きれいめですか、本当にカジュアルの方でもあのきれいめでも、ね、うん、どちらでも、ね、本当にどっちにも転べそうな感じの、スニーカーとか合わせたらめっちゃカジュアルに着れるけど、うん、でもめちゃくちゃドカジュアルにはならないようなデザイン、はい、スプリーツもあるし、その生地感とかもね、スニーカーを合わせても全然カジュアルすぎないので、うん、おすすめです、ヒールとか合わせても、あ、うん、こんな感じ
あ、そう、ヒール、ヒールだからさ、結構きれいめな感じに着用できるんですけど、エミさんみたいな感じでぺたんことかで合わせてもらったら、はい、結構カジュアルにも使えるんですけど、なんで気張りすぎないというか、気張りすぎない感じできれいめに着用していただけるかなと思います。はい、はい、パンツ合わせてもいけますか？パンツ合わせても、あ、そうですね、ちょっと今パンツのご用意ないんですけど、うん、レギンスだったらご用意があるので、はい、レギンス一度履いてみましょうかね。はい、あ、私が履きましょうかね。ベージュベージュですね。はい、貼ってあります。はい、はい、しおりさんにちょっとベージュの、はい、レギンス、レギンスちょっと履いてもらいます。でもパンツちょっとデニムとか細身のデニムとかでもいいかもしれないですね。あ、確かにストレートの細身のスキニーとか赤も合いそう、うん、は合わせてもらっても全然大丈夫です。ね、はい、あとここにゆとりがあるので、その中にパンツ履いてもこの腰回りとかも響かないと思います。はい、はい、167センチですが、丈感はどのくらいになりそうですか？しおりさん166ですよ。あ、166なんだ。ちょっとすいません、ピン止めしてました。忘れてました、ごめんなさい。身長ピン止めしました。私が166センチなんで1センチ差で、これ丈感がこのくらい、あ、ちょっと今ね、あ、いける。ふくらはぎの真ん中あたりでちょうど揺れちゃう。忘れてましたね。めっちゃ忘れてた。166センチ。え、み。163。なんかパンツ合わせとかだったらちょっとデニムとか。うん、履いてもらったらいいと思うんですけど、レギンスだったらこんな感じで合わせられます。レギンスでも可愛いですよね。可愛いですね。何これ、あ、いけた。はい、すみません、遅くなって。はい、最後ですね、歌います。洗濯はできますかっていうコメントいただいてるんですけど、洗濯ね、していただけますでいただきますし、あと毛玉にもなりにくいですし、はい、毛玉ができても、うん、毛玉取りで綺麗に取っていただけるお素材なので、はいはい、お家で洗濯もしていただけます、ね。はい、結構デイリー使いしやすいですよね。うん、はい、うん、です、はい。あと形が崩れにくいっていう特徴もあるお素材なので、はい、そうですね、お家で洗っていただいてお家で洗って、はい、ちょっとね、この素材も柔らかくて、うん、普段使いもしやすくて、はい、ね、たくさん使っていただけるかなと思います。はい、はい、レギンス合わせかわいいってコメントいただきます。かわいいと思いますよね、これ。あ、レギンスでもかわいいと思います。そうですね、いい感じ。はい、はい、かわいい、はい、うん、レギンス合わせかわいい。あ、出てきてる。通りは何を合わせるのがおすすめですか？通りはちょっとずらしますと、羽織はでも今からだったらトレンチとかがいいと思うんですけど、今日とか結構あったかかったですよね。あったかかったですね。ゆみさんこれ着たらトレンチ着るんですか？なんか今日くらいからだってなんかトレンチ着れそうやなっていうぐらいのあったかさやったんですけど、うん、トレンチとか可愛いと思いますよ。トレンチ着ても、うん、この丈のトレンチだったらすっぽり隠れますね。うん、隠れる、はい、なので中に、うん、中に可愛いです。でもいいと思います。はい、なんかショート丈の、はい、あれとかでも可愛いと思います。マウンテンパーカー、これ、あ、はい、あ、そう、マウンテンパーカーとかを着ても丈感的に可愛いかなと思います。今なんか私結構ちょっと当てにくいな。大丈夫ですか？私の方がいいかな。私もこれとか合わせてもいいかもしれない。羽織るだけとかでも
ジー素材っぽい持ち方に似てるんですけど、そういった素材なので、こういったカジュアルの、あのね、アウターとかも合わせていただけると思いますし、形がちょっと綺麗めなので、私みたいにこういうトレンチコートとかでも可愛いと思います。はい、はい、ちょっとしばらく着てましょう。そうですね、しばらく、はい、しばらくで羽織ってます、はい、うん、戻ってきた、着てながら処理します。処理しましょう、何かあったんですね。処理します。よろしくお願いします。見ながらありがとうございます。ベージュのトレンチには何色が合いますかってコメントをいただいてます。ベージュ、あ、この、あ、そういうことか。全部合いそうなんですけど、黒でも、うん、黒とかでも普通に合いそう。メリハルが、メリハルが安定の滑舌が問題。へー、メリハリがあるような感じで着用したい方は黒とかがやっぱりいいと思います。あのバランス的に分かりやすいのでいいと思うんですけど、はい、結構さ最近ワントーンとかね、うん、ワントーンコーデとかも、はい、あのおすすめなので、そういった場合だったらベージュとかでも、はい、エミさんの着用してる、あ、この、はい、ベージュでも可愛いかなと思います、はい、ですね。でもこのね、ナイトパーティーも絶対合うんですよ。合う、ベージュ。ちょっと今着てないです。着た感じがね、分かんない感じです。絶対合うと思います。はい。今日ボンディングフリルパーカーが届きました。フリルがとても可愛いですね。このワンピースに合わせてきたら変ですか？あ、ボンディングが届いたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これに合わせてきたら変。いや、いけると思います。ボンディングフリルね。フリルの。前が結構、はい、シンプルなので、はい、大丈夫です、可愛いと思います。あやみ、あ、しおりさんだ。ありがとうございます。こんばんは、あやみさん、あやみさんか、はい、ね、はい、はい、って感じで、今日はって感じで、はい、ヒットアイテムだけのご紹介を、そうなんです、ヒットアイテムだけなんですよ、今日は大丈夫ですかね、うんうん、あ、透け感はありますか、ワンピースとして春先着れるのでしょうか。透け感はこの、 あの上の部分はないです。透け感は全くないです、はい、はい、です。じゃあプリーズのところも一応透け感はないんですけど、うん、あの今多分あの部屋の中なんで、はい、もしかすると太陽光の太陽光太陽光だったりすると、はい、透け感もしかしたら気になる可能性もありまして、うん、そうですね、でしたら下着をですね、うん、響かないものにする、響かないもの、白だったりとかベージュだったりとかに着用してもらう方がいいかなと思います。はい、はい、春先着れるでしょうか。春先着ていただけると思います。はい、はい、通気性もいいので、はい、ちょっと滑らかな肌触りで、生地もしっかりしてるんですけれども、あの分厚すぎず薄すぎず、うん、本当に程よい、うん、今から着ていただけると思います、はい、大丈夫、生地なんて、はい、いいと思います。結構あったかいですよね、これ1枚だけでも結構あったかいです、はい、なんか私今キャミソールなんですけど、はい、私もキャミソールです、ね、あったかいですよね、全然あったかい、はい、うん、うん、ありがとうございます。お二人とも素足ですか、寒くないって言われてます。素足です、今素足です、今素足、何も履いてない、はい、なんか部屋まだ今暖かいです、暖かい、今は大丈夫です、うん、ありがとうございます。はい、ハートハート、ありがとうございます。あ、じゃあもう一度、はい、おさらいですね、はい、今日は一つだけご紹介なので、はい、そろそろはい、おさらいをしていきますね、はい、はい、こちらのワンピースはプリーツ切り替えポンチワンピースです。はい、はい、で今も発売されておりますので、はい、あのピエロのページ、ホームページで一回チェックしてみてほしいんですけど、はい、お色味がブラックと、はい、はい、とベージュと、ライトカーキの3色となっております。はい、この3色です、はい、はい、でサイズはあのフリーサイズで M サイズのみとなっております、はいはい、お値段は税込み3790円です、
はい、お素材は、ポリエステル ポリエステル 65% 綿 35%、はいはい、でこのプリーツの部分はポリエステル 100% で、はい、ちょっとツヤっとした感じの立体的なプリーツが、はいはい、あの施されております。ちょっと細めのプリーツですね。細いですよね、はい、ちょっと上品なプリーツになります、はいね、はい、で裏地はあのついてませんので、はい、はい、出ません、はい、っていう感じですね、はい、タイツは似合いませんかってコメントいただいてるんですけれども、今だったらね、履いていただいてもいいと思います。いいと思います、はいはい、欲しい。身長が154センチなんですが、お二人よりだいぶ長くなりますかねってコメントいただいてるんですけども、ではうちのスタッフで、はい、155センチ、はい、ちょっとあの155センチ の, あのいつもライブに出てるみのりさんがあの着用してる動画がございますので、はい、ちょっと画面切り替えします。これですか、え、これ押していけます。そうですよね。そこにしようか。押して、これか。あ、そうそうそう、こっちです。こっち？これです。じゃあこれ押して。はい。あ、声が入っちゃうから。ここに押して。じゃあ行きますね。はい。はい、あ、来た。え、来た来た。こんな感じです。みのりさんは155センチです。155センチでブラックを着てもらいました。はい、で、ちょっとヒールがある、うん、あの足元ヒール履いてるんですけど。丈感こんな感じです。ふくらはぎがちょっと真ん中ぐらいかな。真ん中でちょっと下ぐらいかな。多分私真ん中ぐらいなんですよ。うん、あ、そっか。はい。じゃあみのりさんちょっと下らへんかもしれないですね。ですね。でも全然長すぎず、あの短すぎず、多分ペタンコ履いても、はい、めっちゃ長いこともないと思います。はい。はい、カンペ見てますね。エミさん学習しました、ね。あと学習しました。教えてもらったんです。新技これどうやって切るんでしたっけ。あ、待つか、これですよね。え、押していいですか。はい、あ、じゃあちょっとまた画面切り替えますので失礼します。はい、はい、はい、参考になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。よかった。先からね、ちょっとわからないですもんね、身長。低身長さんも高身長さんもそうなんですよね。はい、ちょっとどのくらいかなっていうのあるんですけど、これなんか出たまんまです。声が出てきます。え、この声が出てきます。こっちに出ないから。あ、そうですね、ちょっとで、はい、ぐらいかな。大丈夫ですかね。はい、あ、マミさんだ。マミさん、マミさんが手を振ってください。こんにちは。こんにちは。あ、これは、これはどっちのサイドにプリーツがあるんですかですよね。あ、判定しちゃってるんですよね。そうなんです。ちょっと内側にしてるんですよ今。すいません。これは左側にございます。左。はい。はい。今日は一点紹介でよかったです。さっきちょっとハプニングがあったとおっしゃってたので、もしかしたら時間が何か大丈夫でしたでしょうか。今日は一点です。はい。あ、みさん、こんにちは。こんにちは。みずかさん、こんにちは。こんにちは。ちょっとそろそろ終わっちゃうんですけど。はい。かわいいので、悩みます。そうなんです。悩みますね、本当に。なんかどれも、なんかいい色合いで。本当に、うん。使いやすい。どれも使いやすいんですよね。うん、そうなんです。悩みますね。一緒に悩みましょう。一緒に悩みましょう。ありがとうございます。買います。ありがとうございます。ありがとうございます。そろそろちょっとお時間ですね。そうですね。お時間なので、はい、そろそろ。金曜日？はい。あ、ちょうど5日？あ、次ですか？次です。次は5日です。木曜日です。私がね、冷めてるんです。次のライブは今週の木曜日の12時半。12時半。はい。はい、から私とエミさんともまた配信させていただきます。あ、記事のアップ見せてもらえますか、はい、っておっしゃってくださってるので、はい、記事のアップこれで分かるかな。こんな感じです。はい、え、分かりますかね。なんかちょっと聞いちゃった。あ、記事のアップ、はい、こんな感じです。分かりますか。フリーズページ分かりやすそうですね。はい、こんなんです。ベジさん一緒に悩みますね。本当悩みますよね、色味。はい、わかりましたでしょうか。あ、でも分かる。分かります。あ、はい、伝わりましたかね。はい、
こんな裾、あ、お袖はこんな感じです。はい、はい、ありがとうございました。ほんわかした感じ、癒されます。ゆるりゆるりと。大丈夫ですかね、はい、そしたらまた5日の木曜日12時半からライブ配信を行いますので、ぜひぜひご覧ください。はい、はい、ありがとうございます。ピアスも聞きたかったけどお疲れ様でした。私は頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。ピアスも聞きたかった。あ、ピアス、ピアスちょっとね、あのアクセサリーの特集とかちょっとしたいなと思っているので、はい、ちょっとそちらも考えていきます。はい、ありがとうございます。エミさんが言ってるから買います。ありがとうございます。可愛いと思います。はい、はい、ありがとうございます。ではありがとうございました、はい、それでは静かに終わり、ちょっと締め、締まりが良くなかった。